ドゥってわかる？ブドゥ。え？わかんないあんまり。フグの毒でさ、麻酔作って植物人間にする魔術がある。ハイチの方に。でさ、ウォークマンっていうあのミュージックプレイヤーあるでしょ。あれ昔っていうか、あの欧米じゃブードゥーカーンっていう、ブードゥーカーンに行くのが夢とか、ブードゥーカーンに出演したいとか。 iPod じゃないらしい。だから、ウォークマン持ってんだけど、何台も、ブードゥーカーに出演するミュージシャンは意外と、あんまりテレビに出ないような人が多いんで。今の時間帯ですと、まあ、よく見たら下が分からなくなっちゃうぐらい見えなくなっちゃいますので、ね、本当に何も見えないですけど、でまだこれだけ下が見えてるというのが、まだギリギリね、お魚もこうやって集まってくるのが分かりますし、どのぐらいの深さなんだなってお客様自身でもね、分かると思います。そうか、ハイチの人ってさ、混血の人多いんだけど、アフリカ系の人がほとんどらしい。泳げるらしいんだよね、フグ取るってことはさ、漁師さんいるらしいんだよ。最近いるのかな、あの黒人の水泳選手がね。そんな黒人は泳ぐのに適してないとかインターネットに書いてんだけど、そんなことないらしいよ。フグ取ってるらしいから、潜ってダイビングできるらしい。